エクシーズコーポレーションはカリフォルニア州ミルピタスに拠点を置くアメリカが支州国の企業である。エクシーズはパワー半導体、RF パワー半導体、そしてデジタルとアナログの集積回路に重点を置いている。2013年7月にエクシーズはサムスン電子の4ビットと8ビットのマイクロコントローラ事業の取得完了を公表した。1983年、 ネイサン・ゾマー博士はシリコンバレーに属するカリフォルニア州サンタクララにエクシーズコーポレーションを設立した。エクシーズはもともとファブレスのパワー半導体企業だった。1989年エクシーズは電気自動車 GMEV1 のためのパワーモスフェットを供給していた。エクシーズは KTX2 高速鉄道のための高出力イグブトを供給した。 2001年、イギリスの半導体製造会社ウエストコードを買収した。2009年12月、エクシーズは Z80CPU で有名なザイログを買収する予定を発表した。ザイログはエクシーズの完全公会社となった。2013年7月、エクシーズはサムスン電子の4ビットと8ビットのマイクロコントローラー事業の獲得を完了した。 サムスン電子から獲得した4ビットと8ビットのマイクロコントローラは S3 ファミリーとしてザイログから販売されている。2017年8月、リッテルヒューズによって現金と株式を合わせて7億5000万 US ドルと引き換えにエクシーズコーポレーションは買収されることになった。2018年1月、リッテルヒューズによる買収が完了し、エクシーズはナスダックから 上場廃止となった。ライトリンク CPC5621A。電話回線インターフェース ICX シーズの製品であるパワー半導体はパワーモスフェットとパワーバイポーラトランジスタから成り立っている。これらの一連の製品は高電圧あるいは大電流の電気を通常の電力へ変換する。この会社の製品である集積回路はアナログ。 信号の多重化、そして通信におけるデジタルインターフェースソリューションのために使われる。例えば、ソリッドステートリレー、l キャス、ライトリンクのようなものである。RF パワー半導体は増幅と受信のために高周波電流を変換する。付け加えると x クシーズは、レーザーダイオードドライバー、DCB 基板も提供している。ありがとうございます。